ソワリンのロゴ。ソワリンはディズニーパークにあるフライトシミュレーター型アトラクション。世界六大陸の様々な場所をハンググライダーで飛行する体験ができる。足元まで覆われている前面のスクリーンに空撮映像が映し出され、風や匂いなどによって実際に空を飛んでいるような感覚になれる。アトラクション名のソワリンは舞い上がるという意味の英単語ソアを元にしている。 カリフォルニア及びフロリダではオープン当初はカリフォルニア州の映像を採用していたが2016年6月に上海ディズニーランドのオープンに合わせて空撮映像がカリフォルニア上空から世界旅行バージョンに変更され名称もソワリンアラウンドザワールドに変更された世界旅行バージョンからの設置となったパークでは名称が変更されており上海ディズニーランドは ソワリン・オーバー・アッツ・ホライズン、東京ディズニーシーは、ソワリン・ファンタスティック・フライトとなっている。グリズリー・ピーク・エア・フィールドにある。ソワリン・オーバー・カリフォルニアとして、2001年のディズニー・カリフォルニア・アドベンチャーの開園と同時に、オープンした。ディズニーランド・リゾートの開園60周年記念で、2015年5月に、外装などとともに、映像が高画質化されるなどのリニューアルが施された。 2016年6月17日、上海ディズニーランドのオープンに合わせて映像が変更され、さらにアトラクション名がソワリンアラウンドザワールドに変更された。2019年6月1日から30日には、リニューアル前であるソワリン・オーバー・アカリフォルニアの映像が期間限定で上映されることが発表された。その後8月まで期間延長されることが決定した。フューチャーワールドにある ディズニーランドリゾート開園50周年を記念し、2005年にソワリンとして導入された。映像などはディズニーカリフォルニアアドベンチャーと一緒だが、外装がより近未来的になっている。2016年6月17日、上海ディズニーランドのオープンに合わせて映像が変更され、さらにアトラクション名がソワリンアラウンドザワールドに変更された。このリニューアルに伴って、 混雑緩和のためシアター数を2つから3つに増設して映像も高画質化されたアドベンチャーアイルにある上海ディズニーランドの開園と同時にオープンしたアメリカの2つの施設と名称が異なりソアリン・オーバー・ザ・ホライズンとなっているまた英語名もソアリングであり既存の2つの施設のソアリンとは異なっているメディテレーニアンハーバーに設置された 2016年4月27日に初めて建設されることが公式発表され、2019年1月18日には同年7月23日グランドオープンであることが発表された。内容はメディテレーニアンハーバーを見下ろす丘に立つ人類が夢見た空を飛ぶことを称える博物館ファンタスティックフライトミュージアムを訪れたゲストは SEA の一員のカメリアファルコのスピリットと不思議な出会いをし、彼女が仲間と共に開発した空を飛ぶ乗り物、ドリームフライヤーに乗って風や匂いを感じながら世界中の名所や大自然を巡る雄大な空の旅を楽しむことができる。基本的に本編映像はソアリングアラウンド・ザ・ワールドをベースとしているが、以下は東京ディズニーシーのオリジナル。 2019年2月21日より、診療冷熱工業が新たなスポンサーとして発表されており、当アトラクションを提供している。開業初日には待ち時間が最大で350分に達した。また、開業と同時に公式アプリからファストパスを取得可能となったこともあり、開園から10から20分ほどでファストパスの発見が終了することが多い。 英語表記は、上海ディズニーランドのものと同様に、ソアリンではなく、ソアリング表記となっている。カメリア・ファルコ・カメリア・ファルコは、ソアリン、ファンタスティック・フライトに登場している、架空の人物。探検家、冒険科学会の初の女性会員である。アナハイムのディズニーランド内、トロピカル・ハイダウェイに、彼女のオールが飾られている。父、チェッリーのファルコに、多大な影響を受け、 幼い頃から空を飛ぶことに強い関心を示していた。ファンタスティック・フライトミュージアム二代目館長で、アレッタという名前のハヤブサを飼っている。ファンタスティック・フライトミュージアムとドリームフライヤーファンタスティック・フライトミュージアムは、カメリアの父、チェッリーノが創設した飛行研究に関する博物館である。1815年9月4日にオープン。 チェッリーノが初代館長を務めた。常設展示、飛行へのインスピレーションでは、オベリスクと歴史、生物学、考古学、テクノロジーをイメージした展示を行っている。その他に、カメリアの生誕100周年記念で特別展を開催中である。そのため、建物内では、肖像画や思い出の品々、研究資料を通して、カメリア自身の人生を振り返ることができる。 その一環として彼女が設計したドリームフライヤーが展示されている。映像は iMAX のオムニマックスシステムを使用している。映像のクライマックスである夜景と花火のシーンがリニューアル後は各パークごとに異なるようになった。DCA 版はディズニーランド上空、エプコット版はエプコット上空、上海版は上海市上空、東京版は 東京ディズニーシー上空となっている。一部三つの花火が重なってミッキーフェイスになるものがあるが、エプコット版のみ、パークシンボルのスペースシップアースに花火が重なってミッキーフェイスになる。なお、アメリカのニパークでは花火が打ち上がる前にティンカーベールが登場する。リニューアル後に使用されている音楽はブルース・ブロートンがジェリー・ゴールド・スミスの作曲した。 ソアリン・オーバー・アカリフォルニア版を編曲し、ロンドン・スタジオ・オーケストラが演奏したものであり、シーンに合わせたアレンジがされている。ありがとうございます。